の架け橋のお時間です。木曜日朝の生放送はタイの金田彩香さんと中継がつながっています。金田彩香さん、おはようございます。おはようございます。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、日本は急に寒くなってですね、なんかいきなり冬を感じる、秋冬を感じる感じなんですけど、タイは雨季でしたっけ？そうですね、タイはまだ雨季ですね。まあ、ただちょっとやっぱ雨季からだんだん寒気に近づいて、はい、いるので、はい、気温はですね、割と一時期よりは過ごしやすくなってきて、クーラーとかはそこまで、毎日ずっとつけてなくても大丈夫になりました。あ、いいですね、そのつけっぱなしで。バケツをひっくり返しての雨っていうのはまだ降る感じですか？ああ、そうですね、大体1日とか2日に1回ぐらいは雨が降ってる感じですね。すごいですよね。もうこちらは雨っていうだけでね、もうこう大変みたいな感じになりますけれども、傘とか差さないで出たりする人もいるんですよね。もう差しても無駄っていうことで。いや、本当そうですね。傘、私の折りたたみ傘は一応持ってるんですけど、はい、もう本当にタイの雨の時はあんまり傘は本当に無駄なのでもうそのまま濡れるか、あとはレインコートとかの方がいいと思います。はい、ありがとうございます。今日から10月に入りました。10月第1週目ということで、タイの何かニュースがありましたらリスナーの皆様にお聞かせください。はい、ちょっともう、終わってしまったんですけど、はい、先週ですね、9月の25日から、10月の4日なので、おとといまでは、タイの実は菜食週間のギンジェーというですね、お祭りというか菜食者のお祭りみたいなのが開かれていて、ちょっと私タイって普通に結構みんな何ていうんですか、肉食な感じかなと思ってたので、うん、菜食週間っていうそういう、こうベジタリアンのですねお祭りがあるんだっていうのをちょっとびっくりしました。なので今日はちょっとそれを紹介しようかと思います。はい、お願いします。はい、はい、ちょっとこの銀ジェーっていうのは中国から来た習慣らしくて、主にタイにもですね中華街があるので、そこが結構こうなんていうんですかね、こう、お祭り的な感じで行われてるみたいなんですけど、お肉だけじゃなくて、なんか匂いの強いものも食べちゃいけないらしくて、玉ねぎであるとかニンニクとかニラとか、そういうものも食べちゃいけなくて、その期間は、そういうお肉、香りの強いものを食べないっていう風なお祭りだそうです。で、私インドにも住んでたので、はい、インドは結構ベジタリアンの方が多いので、そういうなんですかね、こうお肉を食べない習慣、お祭りももちろんありますし、あと結構人によってはなんか火曜日はお肉食べちゃいけないとか、曜日によってこうお肉を食べちゃいけないみたいなのがあったりするんですけど、あ、タイにもそういうこうなんかベジタリアンの習慣があるんだなっていうのに驚きました。はい、ちなみにこの9月25日から10月4日の期間、お肉も食べるところはあるんですよね？はい、全然お肉も普通に売ってるので、はい、全然自由っていう感じで、はい、全然食べたい人、私も食べてましたし食べたい人はどうぞ食べてくださいみたいな感じではあるんですけど、一応そういうお祭りがあって、そういう、仏教にもちょっと基づいてるみたいなので、はい、タイは仏教すごく心身深い方が多いので、はい、そういうのに従ってこの週だけ食べないっていう方も多いのかなと思います。そうですね、約10日間ぐらいこう野菜だけの週っていうのもいいかもしれないですね。はい、なんかしかもちょっと私は今回ちょっと見れなかったんですけど、はい、ちょうどその銀ジェーに合わせたこう料理、はい、タイのそういう菜食料理みたいのが結構ですねこう並んだりとか、はい、するらしくて、ああ、ちょっとそれ食べればよかったなってふうにちょっと思ってます。そうですよね、いつもと違うものが並んでたりすると美味しいかもしれないですね。そうですね、はい、タイ料理本当に美味しいものが多いので、はい、こういう野菜縛りというかになっても多分いろいろ工夫されて美味しいものが多いんだろうなと思います。はい、匂いの強いものもダメなんですね、この期間、この
菜食主義の方はというか菜食習慣は、そういったものもあまり食べないようにしているということですよね。そうですね。なのでパクチーとかもダメらしくて、結構タイ料理パクチー使うのにはダメなんだみたいな、ね、なんかニラとか玉ねぎとかニンニクってまあ日本人はねこう使いますけど、パクチーってちょっと苦手な方も多いですけど、タイ料理ほぼパクチーですもんね。いやそうですね、やっぱパクチーが あった方がね美味しいなって思いますし、ね、タイ料理結構使ってそうですけど、この期間はちょっとそういうものもダメだそうです。はい、いろいろ なんか お祭りというのがまた面白いなと思いました。こういう日本こう食べ物であんまりお祭りってないですからね。そうです、日本はやっぱそのね、うん、特に この季節この時期は何か食べちゃダメみたいなやつはないので、まあ、なんかちょっとこう面白いなというふうに思います。本当ですね、日本は秋は食欲の秋といって、こうどっちかというと食べる感じですね。そうですね、うなぎを食べる日があったりとか、何かを食べる日はあっても、はいはい、何かを食べちゃいけない日はあんまりないですね。面白いですね。確かに今週土曜日ね、十三夜なんですけども、おまんじゅうを食べる、タイは、匂いの強いものは食べちゃいけないとか、国によって本当に違うので面白いですね。そうですね、タイは、うん、まあ、あと日常で言うとお酒も、うん、24時間買えるわけじゃなくて、実は買える時間が決まっていたりとか、はい、まあ、やっぱりこうね、こう心身深い仏教徒の国なので、はい、そうですね、夜中、まず夜中12時過ぎると買えないですし、はい、あとお昼の時間帯、ちょっと、はい、1時から3時ぐらいかな、はなんかお酒が一切買えないっていう風な、のも日常であったりとか、はい、割とまあ、それでも割とこうね、自由な方ですけど、ちょこちょこそういうのがあったりします。ね、面白いですよね。なんかまたまたタイに行きたくなりました。はい、そんなね、タイに行くためにはタイ語もね、少し知らなくちゃいけないということで、今週のタイ語お願いします。はい、ちょっと菜食習慣の話をして、はい、恐縮なんだけど、動物シリーズで、はい、豚、はい、豚はムーって言うんですけど、これ覚えておいてすごく役に立つのは、それこそ豚肉料理に必ずムーっていうのがついてて、はい、ムーっていうと、まあ、豚肉のなんかこう串焼き、まあ、豚肉の焼き鳥みたいなのがあったりとか、うん、あとすごいタイに来てすごい食べてほしいのはムーカタっていう、焼肉 と、うん、すき焼きをこうミックスしたような焼肉をこう鍋の上でやって、その出た油でこう鍋みたいなのをやって二度おいしいみたいな料理があるので、まあ、ぜひムーカタ、はい、タイにいらしたら食べてみてください、はい、じゃあメニューの中にムーってついてたら、あ、豚料理だなと思えばいいんですね。そうですね、はい、ありがとうございました。今日動物シリーズで豚ムーでした。彩香さん、ありがとうございます。また来週もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、川越の架け橋、タイの金田彩香さんでした。